トラベラーチャンネル。はい、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。 JST 留学ホームステイ担当のワニベです。今日お話しすることは留学に関するよくある質問、まあこれもシリーズでやってますけれども、どんな下準備がベストですかっていう、まあこの質問よく受けるんですけれども、どんな下準備がベストか、出発前に、これに関してお話ししたいと思います。まあ出発前の下準備って本当に皆さんね、謙遜して言われる方が多いんですけれども、語学力自信ないんだよな、英語できないんだよな、そんな私でもいけますかね、出発前にどんなことを準備してた方がいいですかっていうふうに、まあよくねこう深刻な表情でこう質問されることが多いんですけれども、まあ今日ねこの動画から皆さんにご理解いただきたいこと、皆さんにこう知っておいてもらいたいことを先にまあ整理したいと思います。まず留学前の下準備に関して、身の丈に合った下準備をしてくださいねということです。まあこれはね、お金をかけずに、また時間をできるだけ自分の時間をかけて有効にかつ有意義に下準備をしてほしいということです。またせっかくの留学の機会を台無しにしないでくださいねということ、これは下準備ゼロでいったら本当にもったいないですよ。向こうからゼロでスタートしたら本当にこれ時間の無駄です。まあそう言いながらも先週もね、出発前の最終案内オリエンテーションにいらっしゃって、僕の目を見て言う人がいました。ワニベさん、なんとかなりますよね、行けばなんとかなりますよね。まあ僕優しくちらっと言うんですけど、いやなんとかなりません、もうねここまで来たらなんとかなりません、とにかくもう落ち着いて風邪ひかないように行ってくださいっていうふうにまあ言いましたけれども、よくあるシチュエーションですね。それとまあまさに下準備なしで出発しないでくださいねということ、これまあさっきも言いましたけどもったいない。あと留学する目標が定まったら、どの国に行くか、いつ行くか、そしたらもう逆算して、まあ予定を作る、スケジュールを作るということ、とにかく毎日継続して自分の目標をまあどんどんやってもらいたいということ。あとこれだけやったら完璧だよっていうものは正直ありません。皆さんやっぱり人間って欲深い生き物ですから、もっと勉強しておけばよかったとかね、もっとやっとけばよかったっていうふうに向こうに行ったら、僕もそうでしたけど思うんですけれども、一番大事なのは、私はこれだけの目標を自分で作って自分でやった、私ちょっと頑張ったからもうこれを確認に行くぞっていうような気持ちで留学の下準備をしてほしいということです。それではお話ししたいと思います。まあ何度も出てきましたけれども、留学出発前の下準備、じゃあ具体的に何をしたらいいかっていうことなんですけれども、まず留学先を決めた経緯を自分から話せるようにしてください。例えば僕にお勧めされて、アメリカになりました、本当はカナダに行きたかったんだけれどもアメリカの子になりました、なぜならとかね、あと自分は本当はニューヨークに行きたかったんだけれども親が大反対でアメリカは危ないからって言って、実はトロントになった理由はそこなんですとかね、あと自分はもともと日本人の学生さんが少ないところを選びたかった、それともう世界の絶景を見たかった、一生に一度の留学だから、だから南アフリカを選んだとかね、皆さんそれぞれ留学先を決めた経緯というのはそれぞれあると思うんですよね。これをまあ端的にかつストーリー性を持って文章にまとめてお話をしておくということ、まあいきなりこうね英語でやれって言われても難しいと思うので、まずは日本語で文章を作ってそれを英語に直したりとか、留学先を決めた経緯を話せるようにしていくこと、それと、まあ、自分の夢や希望をね、お話しできるようにしておくということ、将来起業したいと思うんだよねとかね、将来こういう趣味があってこういう趣味を生かした仕事をしたいと思うんだよねとかね、またこの留学を機会に、自分は国際人になりたいんだ、こうだああだっていう夢を語れるようにしておく。また一番手っ取り早いのがね、自分の学生さんは学校のことどんな勉強をしているのか、会社員の方はこういう仕事をしていたけどこう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 で今こういうことをしているよとか、あと家族のこととか趣味のこととか、まあ要するに自己 PR ですよね。自分の自己紹介を英語でできるようにしておくこと。ただもうこっちの方が自分の方が優先的に主体になりすぎないように、例えば中には相手にこう聞き入ってくれたような雰囲気の時に逆にこっちから質問をしたりとかね、
そういうこともシチュエーションを考えて、自分のお話をできるようにしておくといいと思います。あと話のネタは本当そこを考えると尽きないと思うんで、全部小出しにするということですね。あんまり一気に自己紹介なんてやるともう本当一方的で聞くのも辛いと思うんですよね。一つのネタをだいたい1分とか1分半とかしていくと、まあいろんなシチュエーションでお話を選んで、まあね、英語の勉強というかその英語の練習にもなると思いますので、まとめておくといいと思います。整理しておくといいと思います。まあ、あと日本の国のことってありますけど、後でまた話しますけど、あんまりそんな日本のことってね、そんな細かく聞かれるかっていうと聞く人もいますわね。特に宗教のこととか政治のこととかね、あと日本に今まで行ったことがある人今だいぶたくさんいますから、そういう方たち日本をある程度ちょっと知っている方に対しからの質問にも、まあ、答えれるように、まあ、しておいた方がいいかもしれないですね。こんな下準備、例えばお客様の方から、皆さん学生さんの方から、いや留学前にこれよくある英会話スクールに通いたいと思うんですけど、おすすめありますかっていうふうに言われるんですけど、いや全然おすすめというか、私のお客様で英語会話スクールをね運営されてる方とかいらっしゃるんで、興味のある方はご案内しますけれども、いやいやいや、でもね英会話スクールに行くのって結構0円じゃないじゃないですか。お金がかかるので、やっぱり費用的に余裕がある人、あと、まあ、時間的に余裕がある人かな。でもさっきも言いましたけど、身の丈に合った方法を選んでもらいたい。英会話スクール行くと、それ言ってるから大丈夫っていう暗示にかけられる人が多くって、英会話スクール行ってるから大丈夫、じゃあ実際どうなの、語学力上がってるの、スピーキング大丈夫、ヒアリング大丈夫っていうのになると、いやいやいや、その場ではなんとかやるけど普通の時に何もやらないっていうね、悪循環に陥る方が少なくないと思います。なので私はまあそれよりも自分の好きなことを、自分の身の丈に合った準備をした方がいいと思います。あとこれよくあるよね、単語を覚えればいいですか、とりあえず単語を覚えればいいですかっていう人結構いますね。いや覚えることはいいことだと思うけど、ホストファミリーも学校の先生も単語のクイズしてくれるかって言って、そんなの絶対してくれないですからね、頼まれない限り。だからあんまりね、単語を覚えるっていうことは、僕はいいですよ単語覚えてくださいとは言いません。自分の時間に余裕がある人、またある程度プライオリティの高い下準備やってるけれども、もうそれでも不安な人、足りない人はどんどん単語を覚えてください。マイナスにはならないと思います。あと映画たくさん見た方がいいですかとか、音楽とかたくさん聞いた方がいいですかっていう人いますけれども、いや大賛成ですよ、特に映画は大賛成。ただ見るだけではダメね。これはもう本当に皆さんいろいろな方法があると思うんですけど、僕も学生時代学部が外国語学部だったので、映画を見てその部分部分のコミュニケーションとかボキャブラリーとかを先生がきれいにまとめてくれて、こういう時はなんでこのシーンはなんでこう言ったのか、あのシーンは中身内容一緒なのになんでこの言葉を使ったのかとか、要するにボキャブラリーですね、ボキャブラリーを増やすために映画をたくさん見る。まあジャンルもね、あんまりこうねバイオレンス、ドンパチ、バンバンっていうのはやめた方がいいと思うんで、ヒューマンコメディとかね、まあこうハートフルなやつとかね見た方が絶対いいと思うんですけど、とにかく映画を見るのは大賛成、私も大好きなんですけれども、ただやっぱりボキャブラリーを増やすためにそういう名目で映画はたくさん見てください。あと日本の文化を紹介できるようにするってあるんですけど、これは僕も若かりし頃にいろんな質問を受けるかもしれないから、特に初めてね、留学、僕はアメリカだったんですけど行った時に、全然知らない、興味のない何ですか、能ですか、ああいったのを京都までお金を使って見に行ったりとか、あとなんだ日本 その昔からある古来からある楽器に関してね説明できるようにしとかないとって大学の先生が言うもんですから、信じてやったんで行ったんですけど、でちゃんと調べたんですけれども、そんな質問全然されませんでしたね。だからやっぱり日本の文化ね、何かって言ったらやっぱ夏があって、夏今すごく暑いんだけど、例えば日本人は風鈴とかこう蚊取り線香の豚のやつを見てね夏を思い出すんですよとか、そういうようなめちゃめちゃローカルで目線のね
こう低いというか、まあ、なんていうの、こうローカル目線な部分での日本を文化を紹介するっていうのは僕全然ありだと思うんですけど、あまりにもこう大きく枠取った部分でこうやりすぎない方がいいかなっていうふうには思います。でもこれもそういうのを紹介したいっていう人、またそういうこう日本の古来からの文化が大好きな人とかね、古墳が好きな人は古墳に関して調べて皆さんにお話しできるようなネタを作るのもありだと思いますし、ただ古墳の好きな人じゃないと多分反応しないと思うんで、だからそういう部分、まあ、僕の家の近所にも古墳のなんかありますけど行ったこともないですし興味はあんまないんですが、そういう部分で好きなことがあれば日本の文化を紹介するのもありかなというふうに思います。まああとね、さっきも言いましたけど、余裕がある人はぜひね、こうさっきも言いました英会話スクールは勉強している気分になっちゃう、まあ、これは本当僕の持論なんですけれども、行く人はそうならないようにね、定期的に行くようにしてほしい。また、単語を覚えても現地でクイズはないよ、まあ、これは英単語ね、さっきも言いました。で映画を見てボキャブラリーを整理する、これ整理するというのはただ単に映画を見るだけじゃなくて、何月何日にこの映画を見ました、自分が覚えた英単語、英語の表現、ボキャブラリーはこれだけです、出てきました。で次に見た映画で字幕ではありがとうって言ってたのにサンキューの、サンクスの文字も一つも出てこない、他の言い方でありがとうって言ってた、じゃあなんでそう言ってたのか、その違いは何かっていうのをこう整理するとかね、やってもいいと思います。まあ海外留学は本当に予期せぬことがたくさんあるんですけど、こういった準備をしたことをね確認に行くのが留学のまあ真髄というか本当の姿かなっていうふうに私は思います。まあ出発前の下準備ということで今日はいろんな話をしましたけれども、とにかく自分で目標を立ててそれを遂行すること、絶対私やるんだっていうことを目標を立ててください。それと人との競争ではないです、自分でしっかり満足できること、私やったんだってね、やったけど他の人はもっとやってるんでしょうけどなんていう、そんなことは考えなくていいです。私はこれをやる、これをやった、もうこれだけやったからなんとかなるかもしれない、頑張ろうっていう、そういう気持ちで行ってほしいと思います。準備した内容を確認に行くのが留学の基本、これは僕は皆さんJST で申し込まれる方にお話をしているんですけれども、本当にそう思いますよ。しっかり準備してその内容をやっぱり形にして、僕は古い人間かもしれませんがノートをね未だにつけてますけれども、何かこう記録に残るものをきちっとこうつけて、留学に持っていくといいと思います。非常にそれは自分の宝物になると思います。まあ今スマートフォンにね打ち込む人もいたりとかしますけれども、どんな形でもいいですから自分が出発前にやった下準備の履歴を作っておくといいと思います。はい、今日はよくある質問、留学前によくある質問の中で出発前の下準備についてお話しいたしました。今日のお話が、今日の動画が役に立ったと思った方はぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録されてない方はぜひともチャンネル登録してください。これからもまた留学ホームステイ、ワーキングホリデーについて様々な情報をお届けしたいと思います。それでは今回はこれまでで失礼いたします。ありがとうございます。